はい、おはようございます。ケスピエキです。2023年2月の1日水曜日ですね。とうとうね、2月編になりました。はい、アルカウンテって書いてあるんですけど、今日は来てるのはね、はい、滋賀県のグランスの奥伊吹さんです。はい、とりあえず乗っていこうか。どうなってんだこれ。あ、なるほど、エスカルテがあるんですね。今回第3駐車場で止めたんですけど、これ板折るかも。これだ、はい、第3駐車場止めたんですけどね、第3駐車場からめちゃくちゃ遠いなと思ったんですけどね、こういう風にね、駐車場からね、ゲレンデに行くところでね、設備投資する感じはね、忙しいですね。ていうかね、この奥伊吹さんはね、西日本で最も成功するスキー場と言われてるところでね、今日平日なんだけど、めちゃくちゃお客さんがいる。うん、マジでやばい。なにこれ。余裕のあるお客様、歩きながらご利用ください。珍しいね、エスカレーターなのに歩きながらご利用くださいっていうね、珍しいことですね。うん、まあなんだ、そう、めちゃくちゃね、成功してるってね、もう土日はね、もうね、人がね、ガチャガチャのごっちゃごちゃっぽいらしいんで、まあ、今回はね、平日にこの滋賀を、近くをね、通過する、ね、機会があったんで、まあ、急遽来たっていう感じですね。あと滋賀県の、ね、観光空港も、ね、対応しました。紙のチケットが使えるっていうので、まあ、そういう意味でも利用しやすかったですね。いや、行こう。すごいね。おお、2段目もある。ほらほら、いいですね。そのね、数少ない日本でも大成功するスキー場のこの様子の今からね、見に行ってますね。正直ね、ゲルショクは混み合ってる気がするんで、食べるでしょ。はい、ゲルショクもね、すごいらしいですね。ご当地感とか BQ 感がね、全然なさそうですよね。うん、よし、じゃあ行きましょう。降りてきます。いいね、なんかこうね、いかにも来ましたって感じなんですね。こっちが第 1A 駐車場らしいですね。正直 1A 駐車場よりか3駐車場でエスカレーター乗った方が、ね、楽かもしれません。あ、でも帰りはね、階段ね、下っていくのかな。それちょっと難しいかな。はい、じゃあ1日券買ってきました。いいね、温泉もあるんだね。美肌の湯、平日600円。へえ、なんていうかね、何もかも綺麗だね。ここに、はい、スイーツもあります。センターハウスもすごく綺麗だね。これすごいね。トイレも綺麗だね。うん、でレンタル向こうバスで、ここで、はい、上りエスカレーターがあります。すごいね、床もね、滑らない材質になってるんですよね。すごく歩いてて快適ですね。そしてここが噂のフードコート。はい、なんと8時半から、ね、フードコートを食べれるというね、素晴らしいね。朝飯から行けるじゃん。いやね、正直ね、あ、でもね、込みと意外と安くない？意外と安いね。意外と安いね。うん、すごいね。ウーマンです。
はい、こんな感じでゲレンデ出てきたんだけど、すごいね、ちゃんとできてるね。あのパーフェクトだね。あのお金をかけてやるっていう意味ではね、本当にすごくできてる。ゲレンデね、ちょっと思った以上にすごく小さい。いやね、まあ、とりあえずじゃあとりあえずね、滑っていこうか。いや、風強い、いぶき、あー風強い、そんな寒かないけど風強いですね。はい、というわけで天狗岩のトップに来ました。で、ここが一番上かと思ったら、この上にもリフトあるんですよね。で、見るとこの奥にスカイビューコースというのがあって、こっちが天狗岩コースなんですけど、あのどうもスカイビューコース行くにはこっちからこのルートで行くしかないです。他に繋がってるルートがないそうなんで、こっからね、滑っていこうと思います。はい、ここですね。ちょっと面白いレイアウトですね。あの下からね、リフトね、1、2、3、4、4本で4本繋いでやっと来れるコースの5本目のところですね。よし、じゃあここ景色いいですね。晴れたらね、もっと綺麗なんだろうな。まあ、とりあえずこっちのスカイビューコース行きましょう。はい、じゃあスカイビューコースは素直なルートで滑ってます。ここら辺からぶっちゃってくるの。雪はまあ親切ではないかなって感じだね。はい、以上がスカイビューコースでした。はい、じゃあスカイビューコースから天狗岩コースの方抜けていきます。さあ、天狗岩コース滑ります。
はい、モンブランリゾルテのモンブランコースで来ます。本日唯一多分上級者コースになるかもしれないですね。よし、じゃあ行きましょう。意外とね、あの優しい感じね。とにかくこっちのね、あの、オレゴンに行く方はね、雪が潰れててね、あんまり上級者感ないですね。うん。まあ、今日は撮影目的なんで、あのセーフティーに行きましょう。はい、5年と4つ目は結構大丈夫なんですけど、やっぱね、全体的に岩山なんだね。あの、こういう風に岩がガチンコの、絶対ね、ぶつかってもね、0.1 トンでもね、勝てないよね。ガチンコの岩ね、ゴロゴロ転がってるから、出てるから、そこはね、マジ気をつけてね。うん。以上がモンブランコースでした。今はね、チャンピオンコースのとこ来たんですけど、今時珍しいですね。あの、スキー専用コース。うん。奥伊吹ってさ、あの、スノーボードがいっぱいいるスキー場ですけどね、スノーボーダーさんいっぱいいるスキー場ですけど、あの、スキー専用コースもあるんですね。で、あの、すごいね、あの、ランプ、コブ、エア台ね、注意してねってね、すごくね、なんかね、あの、注意書き書いてますね。よし、とりあえずここも滑ってきます。当然滑ってきます。私、今、スキーだもんね。チャンピオンコースって言います。ここね、スキー専用コースらしいです。珍しいですよね、このスノーボーダーたちのスキー場でスキー専用コースって。見た感じ、この右側がコブがいっぱいある感じですね。コブまみれですね。で、注意書きのやつ見ると、エアー台をね、作られることがあるみたいですね。うん、だからコブ滑ってジャーってやつですね。で、左側がね、このアセスコースって言うんです。はい、アセスですね。私ね、あの、デビューで気をつけてね、アセスコース滑って、まあ、カメラは右手に持ってて、あの、ちょうどこの境目のところをアセスとコブの間で滑っていくように撮ってくれるということがね。見てると向こうのカードは熱いに多いね。まあ、まあ、まあ、私は、健全権力がね、完全にコブまみれでしたね。うん。
コブ道場というかね、コブ祭り、コブパレードって感じだね。あんなの凶悪なね、とこは私ね、滑りたくないです。というわけで、もう一回上がっていきましょう。はい、爆速と噂の、このバラエティで、早っ発射しましたかね、カタパルト発射しましたって感じのスタートの仕方でした。だって、早っ見てよ、この流れる景色。やばいね。やばいね、このリフト、このリフト、くそ早い。くそ、だって、ここ7割じゃん、7割じゃん、見てて、7割じゃん、7割じゃん。こういうペースで通過してくんよ。こういうペースよ。シチュー、もう一回見ようか、爆速だね。早いね。建設がね、2018年ね、12月ということでね、まだこれ5年経ってないんだね。日本で多分トップクラスに新しいリフトだと思います。うん。兵庫県の峰山スキー場のリフトとか、あとね、佐渡島の、平スキー場が多分ね、同じく2010年代後半だと思うんだけど、あの辺のリフトが。それとね、同等の新しいやつですね。うん。これよりか新しいリフトっていうとね、新潟県のね、石内丸山とかのね、コンビリフトとかちょっと特殊なやつなんでね、こういう普通のノーマルタイプのね、チェアリフトで、ね、こんな速い爆速、いやー、すごいね。待って、こうやって喋ってるでもつきそうだもん。やばいね。うん。これね、快適だね。これ快適なのに、ツイッターとかの SNS の情報を見ると、リフトが土日めちゃくちゃ並ぶって相当やばいね、ここ。相当やばいぐらいお客さん入れくれるんだね。やばいね。うん。という感じで、とりあえずこのまま上上がってって、滑っていこうかなと思います。うよ、すごいな。すごいね。感動するね。っていうか、2018年はどういうふうにリフト繋がったんだろうな。ちょっと気になるけど。まあいいや。とりあえず行こう。はい。というわけで、午前中、奥井引き、グランスの奥井引き滑ってきました。まあ、ほぼ全校滑りましたね。滑ってないのは、この、向かいにある、あそこ、あ、でも今滑ってる人いるけど、上のとこクローズになったんで、私は滑りません。はい。というわけで、ちょっと見るからに危険な状態、ちょっと崩れそうなのもあるし、途中岩が出てるのもあるから、危険がいっぱいなんで、ちょっとあそこ私滑れないなと思ったんで、まあ、クローズになっててよかったです。ホームページではね、オープンだったけどね。どっちが正しいのかよくわからないですね。まあ、でも、ホームページがオープンになってても、現場がクローズってなってる以上、私は、現場のね、ところをね、優先します。うん。だから、まあ、滑れなかったら心残りではあるけど、滑れなくて安心してる気持ちがあります。はい。まあ、あそこはね、リフトからの撮影してあるんで、まあ、いいでしょう。よし。でね、今日平日、ど真ん中なんだけどさ、すごいお客さんいるね。めちゃくちゃいるよね。今ここモンブランゲレンデっていう、まあこっち側のエリアとこっち側のエリアの間にあるちょっと尾根状のところで行って、ちょうどサビレスがここにいるんですけど、まああそこのね、45度で、撮影こちらの天狗岩その向こう側にあるスカイビューという小さいコースもあったんですけど、そこのところが穴場で、こっちの下側のエリアね、こっちのバラエティゲレンデの方と、こっちのファミリーゲレンデのところね、すごい人並んでてね、ほんとね、初心者初級者の方がいっぱいいますね。うん。これはね、私ね、いい意味で言ってます。いっぱいいるんですよ。うん。正直ね、値段はね、高いんだよ。駐車場1000円取られて、午前券とか何もないから、もうね、1日券買うしかなくて、朝来たら、1日券ね、4500円ね、平日価格で、うん。休日だったらね、なんか5600円だったけど、それ取られて、おいおい、どんどんこのディズニーランドだよ。あ、こっち行ったら UFJ か、うん。UFJ ね、USJ かな。うん、はい。ユニバーサルスタジオジャパンな、通って思うだけになるような値段なんだけど、でも、そんでもさ、やっぱ人気なんだよね。で、センターハウスね。うん。で、センターハウスもさ、入ってみたら、ちゃんと綺麗なのね。ちゃんとしてるんよ。まず駐車場から入ってきて、そこの手前のところに、まあ、チケット売り場があります。で、中に入って、まあ、ちょこっと休憩できる場所とか、うぬんとか、売店とか、いろいろ揃ってます。
で入ったところに朝8時半からオープンしてるレストハウスがありますって。でね、あのこの手のスキー場ってさ、正直さ、レストハウスさ、値段さ高えじゃん。あの1000円オーバー当たり前みたいなさ、はい、ラーメン1杯1200円で、はいはいはい、みんなどうせ来るんでしょっていうね、商売してるところだけど、ここね結構安かったね。今値段暗記してるんだけどね、あの3桁でしたね。あのちゃんとね、かけラーメンみたいなやつじゃなくて、ちゃんと味のついたね、ちゃんとしたラーメンがね、800円だかね、780円だかね、なんかそんな感じのね、値段設定だった気がします。うん。素晴らしいね。まあね、マックのね、ビッグマック単価と同じでね、ラーメン単価がね、あるとゲレンデでは思うんだけど、3桁のね、ラーメンね、提供するとこはね、結構ね、いいとこよ。コスト頑張ってるよ。やっぱね、お客さんが多いのもあるんだろうね。数があれば、人数いれば数さばけるか、その分ね、単価も安くできてね、さらに人気が出るっていうね、そういうサイクルに入ってる気がしますね。うん。で、ここ出てきてるところね、そのファミリーゲームにいたんだけど、まあ、全然ここからちょっとハイクアップして、こちらね、モンブランリフトとかバレエティリフト乗ることができますね。うん。で、そのファミリーゲームでの向こう側のところに、そこのグリーンね、なんだっけ、ロードなんだか、なんとかってのあるんだけど、その向こう側のところさ、隔離されたさ、初心者、初級者っていうか、もう初心者だね、完全初心者用の、ね、エリアがあります。あそこね、上から突っ込んでくる人いないで、ここさ、正直さ、人いっぱいいるじゃんね、初級者が多いじゃん、上から突っ込んでくるじゃん、怖いじゃん。それね、初心者にとってね、すごくね、嫌な要素なんですよね。それをね、完全排除して、初心者がもうペタンコ座りしてるだけのエリアっていうのがあるんですね。これさ、いや、ほんとさ、初心者連れてこれるね、ここ。飯いっぱいあるしさ、うん。で、初級者コースもさ、両サイドにあるしさ、うん、最高だね。で、リフトも最新鋭の、こっちが、ちょっと見えないけど、2018年製のバチクソ高速リフトですよね。あれね、やべえよ。こうね、リフトのね、乗り場のとこがね、発車してからバキューンって飛んでいく感じになりますね。うん。あのね、快感はね、ちょっと味わうとね、他のね、ちんたらね、乗ってるリフトがね、ちょっとバカらしくなってきましたね。はい。で、まあね、いろんなことも喋りたくて喋りたくてしょうがないんだけど、ね、上のね、スキーや限定のね、専用ゲレンデとかあったけど、まあそこら辺ももういいや。もうね、いいよね。全部ね、喋った。うん。これからね、ここのフードコートがあって、で、センターハウスのレストハウスがあって、その横になんかなんかおんぼろな感じのね、奥行き第一ロッチっていうね、なんかあそこだけなんか設備投資がなんか乗り遅れちゃった感じのところがあって、ちょっとどっこ食べようかなってんだけど、もし空いてるんだったらおまけ動画で原食食べて出していこうと思います。お見せしようと思います。うん。いやね、また来たいね、混んでない時に。そう、ここのね、唯一の欠点はね、混むんよ。そう、混むよ。いや、今もうこれ平日じゃないでしょってぐらいね、めちゃくちゃ混んでるからね、やべえぐらい並んでるからさ、だからそこだけね、そこだけね、まあね、うまくね、できる日にね、また来たいなと思いますね。できれば次はね、スカッと晴れてる日がね、よし、じゃあ、そんな感じで今日の動画終わろうと思います。めちゃくちゃ喋りすぎちゃった。ほんとね、カルチャーショック受ける。こんなスキー場ね、まあ、噂の聞いたよ。グランスのさ、奥井べきがさ、今、西日本ですごい売れっ子で、で設備投資もガンガンやってて、みんなの人気集めてんだよとね。東日本の正直さ、私のホームゲームでもそうだけど、しょぼぼぼぼんとしてるさ、規模だけでかくてさ、何やってんだこいつらって言いたくなるようなスケジュールもさ、結構あるんだけど、そこにさ、ぜひさ、見習ってもらいたいなっていう気持ちもあるし、まあ、今回動画撮ったことでそういった人たちも届いて、他のスケジュールもぜひね、活性化して、どんどんね、スノー業界ね、盛り上がってくるといいですね。ちょっとね、涙っぽいのが出てるけど、これはね、雪のせいです。はい、ということにしておきますね。いや、ほんとね、バラバラ、全然ね、スキー業界、スノーボード業界、スノー業界ですね。捨てたもんじゃないですよね、これ見てると。うん。バラバラね、やっていけると思います。よし。なんかね、目がね、モザイクかかる。というわけで、今日の動画はこれで終わります。この動画面白かったら参考になったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もろもろコメントもお待ちしております。よし。もうね、とうとうね、滋賀県に来ちゃいましたね。滋賀県も、ね、今日この後ね、あと1、2箇所ね、滑っていこうと思っています。まあ、その後ね、どんどん東に向かっていきますね。それじゃあまた次の動画でね。じゃあね、バイバーイ。じゃあ食べていきます。チーズトマトラーメンだし、チーズトマトラーメンです。メニューでは、スープがね、真っ白な感じのね、トマトになってるんですけどね、ものとしては、スープを普通の、塩ラーメンだな、塩ラーメンのスープに、
チーズ、でもトロッとしてるな、あの粉状だったんだけど今溶けてね、あの玉になってます、うん、であとトマトのね、このペーストっていうかね、このホールネットね、これね、かけたって感じですね、あとほうれん草ですね。よし、じゃあ食べていきましょう。あ、でもね、結構うまいよ、結構うまいね。うん、あの、悪くない。あの買った時にスープさ、白い白濁としたスープになったからさ、もしチーズさ溶かし込んでるのさ、すごいスープが来るのかと思ってさ、ぱっと見ちょっと見た目見て、はあ、外れかなと思ったんだけどね、外れではないね、外れじゃない、結構当たり、うん、スープ美味しかったね、うん、あのちゃんとね、市場のスープとかね、まあね、これはあの作り起こしてあると思うんだけど、あのこれとね、チーズとトマトって、まあね、シンプルなね、赤いスープもいただいてね、あの非常にあっさりして、ね、食べやすいラーメンですよね。そしてね、まあ何よりさ、これがさ、この組み合わせがさ、見てさ、女性にさ、売れまくってるのよ、うん、女性客でラーメン食うとみんなこれ頼む、うん、なので、あ、なるほど、これね、いいなと思いますね。あのそうか、これがね、覚え送り物ね、人気の秘訣だなって感じですね。というわけで今日の動画はこれで終わります。それじゃあまたね、バイバイ。